せっかくビデオ作ったのに再生数が上がらないとかね、誰もなんか分からないですとかコメント書いてある、超ショックになっちゃうよね。今日は分かりやすく自分のメッセージを YouTube で説明する3つのステップっていうのを紹介できればと思います。本当にね、こうやってどのようなことでも分かりやすく説明できるスキルっていうのは身につけることができますので、本当にこのスキルを身につける、このやり方を覚えると YouTube で何かを説明することだけじゃなくて、会社でのプレゼンテーションとかね、社内でのミーティングとか、全然別に家族とお話している時とか、本当に自分が思っていることを分かりやすく相手に伝えることができるようになってきます。 Alright, so let's start today's video. Bam! Change it to a world. 生まれてきたで、この方法は僕が、10年前ぐらいにエベン・ペイゲンさんっていう方から学びました。彼はインターネットで本当にこの Web2.0 の時のなんかキングみたいな、王様みたいなね、すごい人だったんですよね。で、実際に僕もこの3つのステップを使って、かなり僕の場合はみんなから、皆さんからよく、あ、クリス分かりやすい、今の説明の仕方分かりやすいよって、こういうフィードバックをいっぱいもらってるんですよね。なので、この3つのステップっていうのがまずあるっていうこと。で、この方法を学ぶと自分も伝えたいことが伝えやすくなるっていうのを忘れないでいただければと思います。 Alright, so let's start discussing the three steps. 最初は Why? なぜこのビデオを見るのが大切になるのかっていうことをスタートします。で、ステップ2が What? 具体的にじゃなくて大雑把にどのようなことを話していくのか。で、3つ目のステップで具体的にやり方を話していきますね。この3つのステップについて具体的に説明していきましょう。 Alright, so starting with why is one of the most important thing you can do in your videos. 本当にこれ大切だと思うんですよ ね。なぜこのビデオを見ないといけないのかっていう理由を作ってあげることが最初のステップです、ね、本当にですね、あの YouTube を見ていると再生数が伸びるっていうか、チャンネル登録者がいっぱいいる人たちには共通点があるんですよね。で、それはね、なぜこのビデオが大切になるのかっていうことを説明しています、ね、これはまあお笑い系とかだったらちょっと違うんですけれども、何かものを説明している、やり方を説明している、大切なコンセプトを誰かに説明している YouTube を見ていただくと分かるんですけれども、なぜこの大切なポイントが必要になっていくのかっていうのをまず最初に説明しています、ね、実はこのビデオでも僕やりましたよ ね。なぜこの分かりやすく説明するのが大切なのか、ね、もしこの自分のビデオで分かりやすく説明できないと再生数が伸びない、ね、でも分かりやすく説明できることがなると自分のチャンネル登録者が伸びていく、ね、フィードバックとして分かりやすいねって人が言ってくれるとか、ね、なぜっていうことから入ります。これが最初のステップなんですよね。で、2つ目のステップが What なんですよね、本当にこれでいきなり、ね、具体的にこういうふうにやっていくんだよって超マニアックなことに入る前に、大体こういうダイレクション、こういう方向性、こういう場所について話していきますっていうことを説明します、ね、僕もこのビデオで実際にやったんですけど、まず最初になぜ、ね、分かりやすく説明するのが大切なのかって話した後に3つのステップがあるんだよって言ったよね。ね、こういうことなんですよね。で、3つのステップがあるんだよっていうところで具体的に説明してないですよね。今こういう方向があって、こういうやり方があって、これはこういう人から学んだんだよっていう感じで大体の方向性を表しました、ね、そういうことなんだよね。なので2つ目のステップでは具体的じゃなくて方向性、ダイレクション、大体こういうことを話していきますっていうことを説明します。で、3つ目のステップ、これが大切なポイントで、ここが最後の具体的なやり方を説明するっていうポイントなんですよね。ね、このビデオを見ててもう分かってると思うんですけれども、今実際に僕が3つのステップを具体的に説明しています。さっきも言ったんだけど、なぜ3つのステップが必要になるのかっていう説明をして、今度こういう3つのステップがあるんだよっていうことを説明して、最後に具体的に最初のステップ、2つ目のステップ、3つのステップっていうことを説明しています。ね、分かりやすかったでしょ、3つのステップがあるって、ね、実はなぜこれが分かりやすいのかっていうと、人にはいろんな考え方のマインドのタイプがあるんですって、ね、で、中には I need a reason
ね、なぜこのことを勉強しないといけないのか、ね、意味がわからないっていう人たちのパーセンテージがいるんですって、ね、でもう一つは今度は大体的なことをまず説明してくれないと具体的なことについていけないよっていう人がいるんですって。で最後に具体的なことを教えてくれないとわからないよっていう人がいるらしいんですよ、ね、なのでこれはこの3つのパターン、なぜ必要なのか、具体的、ね、大体どういうことなのか、そして最後に具体的にこういうステップがあるんだっていうのが必要、それを3つのタイプを1つにキュッてまとめている話し方なんですよ ね。OK、じゃあね、最後はちょっと具体的なパートでですね、もし自分が着物の YouTube チャンネルをやっているっていう例を取り上げてみましょう、ね、これは実はね、月曜日の朝6時半から目覚ましクリス、ね、おはようジャパンっていうライブの番組をやっていて、そこでいろんな質問を受けたりしていて、中でですね、本当に着物のチャンネルの YouTube をスタート見たいっていう方がいらっしゃるので、ね、ちょうどいい例だと思うのでこれをビデオにしてみました。 Alright、 で、ね、例えば自分が YouTube で着物のやり方があるよって、着物の付け方を教えたいと、ね、特に外国人とかに着物の正しい付け方、文化的なやり方をね、説明したいんだっていう人、ね、これ今ね YouTube で実際に具体的に調べていただければ分かるんですけど、例えば How to put on Japanese kimono、 How to wear Japanese kimono って調べると、中には急にこの3つのステップの具体的なやり方から入っちゃってる人がいっぱいいるんですね。これは着物だけじゃなくて何かを学ぶときはそうなんですよね。それは間違ってるっていうか、ちょっと分かりにくい方法なんですよ。なので最初はなぜ正しく着物を着けるのが大切なのかっていうことを説明します、ね、例えば英語の場合で外国人の方に着物のことを、ね、着物の着け方を教えたいんだったら、僕だったらなぜちゃんとっていうか、なぜ正しい着物の着け方が大切になるのかっていうことで最低2つの理由を考えます、ね、例えば最初は、ね、着物っていうのはジャパニーズ文化で、ジャパニーズカルチャーで本当に歴史が深いことで、もちろん自由に着物を着けてあなたの新しいスタイルを作ることもできるんですけれども、もしあなたがこの難しいちょっと深いジャパニーズカルチャーを学んだことができて正しく着物を着けれるようになれば何が起こるかっていうと、もしあなたが日本に来た時に日本人の人たちが喜びます、ね、で話に来て、あなたすごいね、この付け方すごいよく学んだねとか言って褒めてくれます。なので本当にあなたは着物のエキスパートみたいなランクがつくでしょう。でまた自分が間違ってる着物をつけちゃうと、中にはそれが失礼だっていう人もいるんですよね、みたいな感じで、そういう感じでつけてもいいかもしれないですよね。本当になんか日本に正しくない着物をやっていると、なんか周りの人が喜ばないとか、中には人にもいるんだけど、その着物のつけ方間違ってるよって怒られちゃう時もあるかもしれないので、本当に今ちょっと時間はかかるけど正しい着物のつけ方を学ぼうね、みたいな感じで、なぜ着物をつけるのが大切なのかっていうのを最初のステップで言います。で次のステップで、着物をつける正しいことで多分いろんな場所があると思うんですよね。例えば着物の一番下につける部分を、これ右に前に持っていくのか左を前に持っていくのかっていうのは外国人は知らないと思います。で今度この一番下の部分の次のつけるところも同じですよね。で最後この帯をキュッて締めるところもめちゃくちゃ難しいですよね。なのでもしかしたら、そのなぜ大切なのかって言った後に、今日はこの下の帯をつけるところにフォーカスしていきますって言って、だいたいこういうところにフォーカスするよっていう感じで、そのビデオをそっちの方向に進めていくっていうのもありなんじゃないかなって思います。で最後のステップで実際に具体的にこの帯の付け方を教えてあげるみたいな感じもいいんじゃないかなって思いました。 OK、 なので着物の例の場合だったらね、最初はなぜ着物の付け方が大切なのかね、次はだいたい今日はこのビデオではここのエリアとかこのエリアとか、ここをこれ右前に持ってくるのか左前に持ってくるのかっていうのをカバーしますって言って、ちょっと方向性を作っていって、最後に具体的なマニアックな、なんかね、着物の結び方を説明していくことが本当にビデオとして分かりやすい、ね、本当に自分のメッセージ、自分が思っていることが見ている人に伝えやすくなると思います。ね、
なので本当にですね、この3つのステップすっごい簡単ね、学ぶのはちょっと時間がかかっていく。最初は紙にいろんなことを書いていってね、ちょっとリハースするとかそういう感じでやった方がいいかもしれないんですけれども、ぜひこの3つのステップを使ってね、自分の思っていることを分かりやすく説明できるようになっていただければ本当に嬉しいです。やっぱりね、もしこの方法を伝えなかったら、使わなかったら、ちょっと見ている人がもしかしたらあなたは具体的なことからスタートしているかもしれないので、見ている人が、ああなんでこれが具体的な方法を学ばないといけないの、分かんないよとか、で特にこれは YouTube 検索している人だったら具体的なことから話してもいいと思うんですよね。でもチャンネル登録者とかいつも見てくれる人たちはね、そのなぜ僕がこういうポイントを学ぶのが大切なのかっていうのを最初に説明した方がチャンネル登録者は喜ぶんじゃないかなって思います。 Alright you guys、 このビデオが役に立ったなと思ったらぜひ LIKE ボタンを押していただければ幸いですね。本当に皆さん好きなこと、自分がワクワクすることをちょっとずつやっていって、楽しい人生、本当に世の中が良くなることね、不思議ですよね。自分が楽しいなって思うことは他の人たちのためにもなることがあって、今度自分のためにもなって他の人たちにもためになったら、今度なんか社会のためになるみたいな感じで、社会が喜んできたらなんか天が喜ぶっていうか、地球がもっといい星になると思いますので、楽しくワクワクすることを少しでもいいのでちょっとずつやっていきましょう。 Alright、 で YouTube やっている人たち頑張ってね、応援しています。 Thank you so much. I love you guys and I'll see you in the next video.